タジオドッグランオーナーフォトグラファー高木義明です。最近 YouTube 動画の環境を少し変えていましたのでご案内。国道沿いの当店、どうしても車の騒音が入るので単一指向性マイクを導入してみましたが、思ったほど改善しませんでした。そこでこのヘッドホンについているマイクを使うと少し改善しました。 iPhone には HDMI 出力のアダプターをつけて大きなモニターで確認しながらの撮影、新スタジオの照明と相まって一層綺麗に撮れるようになりました。人気 YouTuber さんのルックスにちょっと憧れたりしてます。